フォートナイトのお時間だ。新武器実装だぞ霊夢、ドラムショットガンだってよ。ああ、うん、テンション低いな。今回は性能試験も済ませてきたからね。いつもは実戦でやるのに珍しいな。正直今回の武器使う前からなんとなく予想がついたからね。連射できるショットガンらしいな。一撃のダメージが低すぎるかなって。まあその辺の話をしながら戦っていくとするか。ちょうど初手でドラムショットガン拾えたし実際に戦いましょ。それでは本日もスタート。宝箱を開けようとしてる敵を発見。それは私のが開けるんじゃないぞ。お構いなしで開ける敵さん、すぐに返しなさい。今なら弁護人をつけることができるぞ。罪にはと思よう。おいふざけんな、やられる前に使い切って証拠隠滅すんな。完全犯罪成立。新武器の詐欺となるがいい。ドラムショットガン結構強かったじゃねえか。相手が建築してこなければね。それと最大の欠点は弾の消費が激しすぎる。今の戦いも8発使ったな。序盤弾切れして終盤建築されてダメージでないってパターンになりがちかなって。実装されたばかりだからも察すれば使える武器かもしれんので、頑張って使いこなしていきたいですね。薄暗い森で木を切る森の民を発見。資材集めてるだけです。さすが森の民、森があいつを守ってやがる。車線が通らない。森は守りませんよ。だが森から出たのがお前の運の尽きだ。森のカゴがなければこんなものよ。あとはとどめを刺すだけだ。こいつ自然と一体化しやがった。見えねえ。シャドウボムですよ。これが森の民の力か。でもそんなに遠くには逃げれないはず。再び自然と一体化。贅沢に2個使い切りやがって。もう斧諦めた方がいいんじゃないか。絶対に諦めない。諦めたら猟犬の霊夢の名が廃るんだよ。そんな風に呼んだ人は過去現在未来において一人もいません。未来はまだわかんないでしょうが、絶対にいないと断言します。絶対見つけてみせるからな。見つけた。気持ち悪いほどの執念のなせる技なのでしょうか。一流の猟犬のなせる技ですよ。後で猟犬に謝っておいてね。まさかここまで追ってくるとは思わなかっただろう。あざっす。敵が争ってる模様。おい、よくらせてくれー。相変わらずずれない。こんな美味しい状況見逃せないんだよ。背中がガラ空き、挟み撃ちじゃ。奥の人にも血腫入った。最高かよ。やられてる方はたまったもんじゃなさそうだけどな。しまった上に逃げられた。撃ってこないってことは回復してるんじゃないか。そうはさせないんだよ。奥さん新聞の集金です。いるんでしょ奥さん。ビルス使わないでくださいよ。インターホン連打しちゃいますよ。悪徳業者かな。自分が意図なんてよくわかんないっす。しらを切るんじゃねえ。本当にそろそろ出てきてくれませんか。ひたすら敵の屋根を壊し続けてるだけだな。張り替えれる気がしないんだよね。ペイント入れたりしないと難しいかもな。コツとかあるのかしら。このままじゃ拉致が開かないな。どうにかしたいけどどうしたらいいかわからん。脳死で殴り続ける霊夢。やばい、トラップだ。助けてー。危なかった。私が一体何したって言うんだ。いろいろしただろ。それより下のトラップ忘れないうちに壊した方がいいぜ。後でいいよ、さすがに引っかからないし。それよりスティンクボム持ってたからこの森には対応できることを思い出したわ。ようやく決着がついたな。回復して次に備えましょう。残り8人そろそろ移動しますかね。ジャンプパッドは持ってないか。仕方ない徒歩で行きましょう。それより下のトラップ忘れないうちに壊した方がいいぞ。後でいいよ、さすがに引っかからないし。霊夢さん、何かお言葉をいただけますか。お家帰りたい。あんな過去最大級のガバやらかして帰れないです。ここから勝ち筋があるのか。死ぬ気でたぶり寄せてください。一応頑張ってみます。密度の薄い覚悟で挑む模様。敵を発見する霊夢。回復アイテムよこしなさいよ。焚き火で90まで回復するもポーションがありません。君から奪う以外に我が社が生き残る術はないんだ。ご覧の通りひどい状況です。頼む、くたばってくれ。73ダメージ受けてミニポで50回復という赤字経営をやらかす霊夢。まだ V 字回復の可能性はあるから。そうだといいんですけどね。天空作戦なんて許さんぞ。よし落としてやったぜ。地味な嫌がらせをする霊夢。こっち来た、チャンス。シールド剥がせた。おい、それ私のキルだぞ。我が社の業績を奪うんじゃない。なんだかんだでワンオンワンになりました。この戦いを制すれば我が社の勝利だ。社長、従業員は全員辞めました。呼び戻して。無理です。こうなったら私一人でやり遂げてやる。突っ込んできた。トラップ持ってない。まずい、ストームが来てる。脱出しないと。編集ミスった、間に合わない。
意外と2位という驚き。前線した。新武器のドラムショットガンどうだ？多分他のショットガンのがいいと思います。使いづらかったな。というわけで今回はここまで。よければチャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。